の、ルルンは2012年に東急電鉄の鉄道線の広報活動の一環として作成されたキャラクター。同社の主力車両として運用されている五線形をモチーフにしてアートディレクターの池沢樹がデザインした。2012年8月に公開された当初は名前が決まっておらず、公募により11月にノルルンという名前に決定した。東急線に乗る楽しさ。 ルンルン気分を表現した。お出かけ中の楽しい気分をもっと、ルンに、見た人の気持ちを楽しくするようなキャラであるように、明るい気持ちで電車に乗れるような、親しみやすい響きの名前にした。とのことである。2012年、東急東横線と東京メトロ副都心線の直通運転開始を PR するために登場。東急バスのマスコットキャラクター。 のってっちゃんのデザインを手掛けた池澤樹がキャラクターデザインを担当した。なお、のってっちゃんとはいとこにあたるという設定である。その後、愛称を1ヶ月間にわたりインターネットを通じて一般募集。6206件の応募があり、5名が提案したのルルンが選出された。また、の、ルルンは着ぐるみも制作され2015年11月現在。 東急バスのマスコットキャラクター、乗ってちゃんと一緒に東急グループ関連のイベントに出没している。2013年3月16日より、東急東横線と東京メトロ副都心線との相互、直通運転が開始されるまでのカウントダウンモニュメントとして、ルるるんのモニュメントが制作され、東横線渋谷駅の正面口改札内に2012年8月28日より、設置。 2013年3月14日まで公開された。ノルルンモニュメントは大きな口の中が空洞になっており、裏側から体内に潜り込んで記念撮影ができた。渋谷光への商業施設、シンクス内の店舗でノルルンをモチーフにした限定商品が発売された。地下2階のデコレーションクッキー店、ベリーデコではノルルンや サンキューの文字などを描いたデコクッキーのルルンラッキーポットを同会京都線引き屋ではチクタンパウダーを使ったスポンジで電車の車体を表現しノルルンの歌詞をあしらうガトーノルルンをそれぞれ販売5階の染め物商品アンボではノルルンをモチーフにした手拭いを扱っているありがとうございます